お前もらったこのボランティア袋に入れて入っちゃおうか。うん、そうやっちゃけど、こんげな啓発シールが貼っちょるやつはもうちょっと置いちょってほしいよね。ああ、もうちょっとっていうとどんくらいかの1、2週間でいいよ。ああ、そんな状態か。すぐに片付けてしまうとゴミを出した人が班に気づかんでまた同じ班を繰り返してしまうとですよ。班を増やすには啓発が大事やっちゃね。分かってもらえて嬉しいです。じゃあもうこっちの昔からあるこのこっちの啓発シールが貼れてるやつはもうこのブランティア袋に入れてるね。おお、ちょっと待ちください。これは、違反物を出してから入れてもらえますか。これは瓶、缶、資源の中にあれや、スプレー缶、あれだ、カセットボンベ、これが入っちゃったから残されてしまったんですね。残ったこっちの方にはもう違反物はないので、こうやってバツ印つけてもらったら収集しますから。はい、バツ印、あー、チラシ寿司ね。ほんまに息子の嫁が作ったんじゃが、まだまだばあさんにはかなわんかったんじゃ。なんだかおかしいさん、チラシ寿司じゃあ、バツ印よ。ああ、バツ印は結構わかった。ああ、わかりました。チラシ寿司ね。はい、た絶対おじいちゃんわかってないわ。
それどうしたらいいんですか？ほんげな、使用済み小型家電回収ボックスっていうのがイオンとか市役所とかに置いてあるので、そこに入れるだけです。トントンジョロ。